完璧主義の人は、私は人に笑われないように仕事をしなければならない。ミーティングに参加しなければならない。誰よりも早く行かなくてはならない。また、人に対しても、あの人はミーティングに来なかった。ずるい。いつも遅れてくる。おかしい。世の中は間違っている。このような考え方なので、いつもイライラしています。そもそも、人の本能は頑張るのが嫌いなのです。そして、そういう自分も頑張り方が足らないと思い、自分自身に対してイライラしてしまうのです。頑張りすぎると、やる気が突然、プツンと消えてしまいます。仕事やすべてに対して人から褒められたい、という気持ちがとても強いのです。それは人生を虚しく感じているからです。人の一番癒されるのは好きなことをやっている時です。しかし、好きなことでもないことをやって、みんなからよく思われたい、褒められたいと思っていると、よく思われない時、イライラします。仕事で満足のいかない人は、いや、人生で不満のある人は好きなことがないんですね。だからそういう人は趣味をしても長続きしないんです。仕事でも趣味でも好きなものがある人はそれに対して大変具体的に話すことができるのです。私の場合は5歳で生みの親から離れ、育ての親に育てられました。育ての親が女起業家で大勢の女性を従えていたんです。着物を着た女性をですね。そして子供の頃からこの女性たちと一緒に茶道や能をこの習わされたんです。なので袴や着物を見ると本能に抵触するんですね。本能に抵触すると、子供時代の雅の世界が蘇ってくるんです。そのような具体的な世界観が根底にあるからです。例えば、月末には愛する人とお食事をして、高級レストランとか高級料亭で和食をいただく。ゆったりした世界で心を癒したい。茶道を学んで五感を堪能したい。美しい所作の私を彼に見てもらいたい。お教室の先生になって大勢生徒を集めたい。お金に困らない裕福な生活をしたい。など、具体的な目標のある人は仕事や趣味の世界に没頭をすることができるんです。仕事を一生懸命にやっている姿は逆に言うと、あなたも私と同じように一生懸命やりなさいという無言のメッセージになってしまうんです。本人は一生懸命やっているつもりですが、顔がきつくなっています。これでは職場の人間関係はうまくいかず、仕事をしてもつまらなくなってしまうでしょう。それは趣味の世界に入っても全く同じことが言えます。あなたが楽しそうにお道具を扱ったり、率先して元気よく挨拶をしたり、お茶やお菓子の用意を楽しそうにしている姿を見て、周りからは優しい人と思われて疲れます。評価されると、次はもっと気を使おうと前向きの姿勢になり、仕事が楽しくなってきます。女性の場合の転職のほとんどは、自分の能力を評価されないというところに不満があるからです。どんなに仕事が忙しくても、たとえ残業を押し付けられたとしても、
上司がその人に対して、君がいるから助かるよと言ってくれれば、この会社を辞めようという気持ちが少し薄らぎます。これはお教室の先生にも同じことが言えるのです。仕事でもお稽古でも、自分はこれだけやっているから、これだけ素晴らしいものをみんなの前で披露しているからという気持ちがあると、それはその人の世界観の中で考えていることであって、そういう人に対して人は面倒くさくなってしまうんです。自分が一生懸命やって模範になろうという心の裏には劣等感意識があるので、強く評価されたいという気持ちがあるからです。仕事でも趣味でも今を楽しみながらする。本当に本能がやりたい仕事や趣味は黙っていても周りの人に穏やかな波動を与えます。これがコミュニケーションの基本です。体から感じる躍動感と穏やかな波長を得るためには、本能が求めている仕事や趣味をしていくことで、この時余計なことは言わないで済みます。本能の声を聞ける人は、自分の夢に対して具体的に表現ができます。人間の本能はもともと頑張らないのです。それは、ゲームに夢中になっている子供は、決して頑張ってゲームはしていません。好きだから没頭しているだけです。いくら没頭しても好きだから、それほど疲れはないんです。だから、成功している経営者には過労死はなく、頭の中で一日中仕事のことを考えているのは仕事が楽しいからです。仕事が本能に抵触しているからできるのです。お茶を立てるときに亭主は畳何目にピタッと美しい所作でお道具を置くことができます。無意識に置いています。好きだからいつの間にかできるようになるんですね。頑張って置いているわけではないんです。正確なお手前をしていても、心はふわふわ状態、シーター派になっています。心はとても軽く、楽しく、リラックスしています。そしてお客も一緒にリラックスさせられてしまうのです。癒しの世界へと。お教室での先生の心、生徒の心、癒しの世界へ招待します。いかがでしたでしょうか？よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。茶道教室女子庵は会員100人以上、茶名は20人以上のお教室です。立川草花でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。